chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White.報酬2倍のソロお金とアルピー稼ぎプロスタイムトライアル。一人でそんなに稼げるって本当かい、アナゴくん。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラーです。というわけで今回は6月4日以降の1週間のクイックアップデートで、報酬2倍がこの先頭車両のね、スタントレース、これが報酬2倍となってますので、これを一人でやってね稼ぐ方法です。ロケットボルテックのね、これを使うのがいいおすすめとなってます。というわけでこれはどうやってね、やっていくかというと、これねランクとか関係なく、さらにね、設備とかね準備も必要なく、本当に初心者さん1ランクとかね、そういった人も参加できます。ロケットボルテックっていうのは、この車両は後ろにロケットを積んでます。そしてこのスタントレースっていうのは、RP がね報酬2倍となってますので、スタントの RP を稼ぐことができます。例えばここでねくる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 回りながらね着地をすると 400RP とかが何回も入ったりします。これが RP、約ね6分間またはね 6000RP 程度ね、入手し続けると入らなくなるので、それぐらいまで稼ぎます。1人の場合はね約8分ぐらいでねクリアするのが報酬が限界と。大人数でやる場合はね、大体そのね報酬がちょっとね割増しになります。なのでこういった感じでね、だいたいまあ5、6分ぐらいねずっとひっくり返ったりします。そしてねロケットねブースト、左のねスティックを押し込むとボーンと出るんですけど、その瞬間に、サイドブレーキを引いて左スティックをずっと右とかにしておくと、そこでね、RP をずっとね稼げるような、こんなね感じのことができます。また初心者さんは、ここでね、アワードっていうのが入ります。例えばねスピンデレラとかね、そういったものが入ります。それねマックスで 1800RP とかそういうのがねバンバン入ってきたりするので、初めてアワードを取る人はねかなり稼げます。初心者さんは特にできますね。またこの最後のゴール地点のところでもかなりこう大気圏まで行けるようなね感じで飛べます。ここでもうまく回転してちゃんとねタイヤで着地をすることができれば RP 入ります。今回ねもう 6000RP 程度稼いでしまったので、もう入らなくなっている状態です。これをだいたいね、まあ、6分ぐらい繰り返したりして 6000RP、RP が入んなくなるまでやって、あとは8分経ったらクリアすると、だいたい1人でのレースの報酬は一番高い状態になります。というわけでこれはよかったらね RP 稼ぎ、またお金稼ぎ、本当にランク低ランク向けのねお金稼ぎとなります。こんな感じで稼ぐことができますね。またねジョブ終わってからね評価、三角を押したりすると 50RP 入りますね。またこういったレースはね公開セッションとかで開催している人のところに積極的に参加することで、よりね、1位、2位、3位をね狙うことができれば報酬高くなります。では次はタイムトライアルです。今週のタイムトライアルめちゃくちゃ簡単です。というわけでタイムトライアルというのは、ここのね、表示オプションからその他でカスタムにして表示にします。そうするとマップ上に紫のタイムトライアルというね、こういったね時計のマークみたいのが出ます。これが1週間ごとに変わります。これの報酬が、結構ね短い時間でクリアして報酬高めなので、ぜひねやっとくといいかなと思います。またこれにね、クリアするためにはまずねこの上に行って車で右十字キーを押します。そうするとゴール地点がね黄色いマーカーつきます。なのでここでマップからマーカーを、丸でね押して紫のマークつけてください。そうすることで自分でねどこに行けばいいかなってわかります。また今回のねこのコース、このね紫のルート通りでも全然余裕でクリアできるので、あんまりショートカットとかしなくてもいけます。またショートカットをうまくできるような車両に乗っていれば、10秒ぐらいね全然余してねゴールすることもできます。まあ、全然ねこれねショートカットしなくても全然いけると思いますので、どんな車両がねクリアできるかっていうのも教えていきたいと思います。マップにねマーカーつけたら三角長押しでねリスタートできます。で車で行ってもいいんですが、今回のルーレット車両ではちょっと厳しいかなっていう感じなので、まあいつもねおすすめしてるのはね白鳥ドラッグという車両がおすすめです。また、このね
レースとかに強い車両、またタイムトライアルに強い車両、今までにね成功していたね、車両っていうのをこれから紹介していくので、そういった車両を買えるようにお金を稼ぐとかね、お金が貯まって余裕ができたらこういった車両を買うといいんだよっていうのもね、これからね紹介していきたいと思います。タイムトライアルで、まあ一番ね予算少なくてクリアしやすいっていうのは白鳥っていうのがあります。次にねこの白鳥ドラッグというちょっと高めのやつになります。またそれ以外にもね、翔太郎っていうのもありますね。またお金にめちゃくちゃ余裕ある人はね、この F1 の車両だとか、あとは翔太郎、これ高いですね。どっちも200万300万とかします。でも早いです。そして今回ね乗る車両は白鳥ドラッグです。これはあればね、ほとんどのタイムトライアルがねクリアできると思います。大体ができると思います。予算がない人は、南サンアンドレアスの方で白鳥という車両ですね。また、普通のレースであればイタリ GTO、 これもおすすめです。そして、これね地面に吸い付くようなね走りをできるのがこのプロジェン PR4 と、こういったね F1 の車両がおすすめとなってます。お金に余裕ができたらね買うといいっていう車両ですね。ではタイムトライアル行きたいと思います。右十字キーを押した瞬間に R2 を全開します。あんまりブレーキとかはせずに R2 を離したりしてね、うまくねカーブをするとか、どうしても曲がりきれない時にねブレーキをするといいと思います。またまっすぐのねコースとか、あんまりねカーブがない時は、前傾姿勢っていうのかな、左のスティックを前にね倒すとね、スピードがちょこっと、ね、速くなります。またバイクの種類によってはね、逆にウィーリーって言ってね、左のスティックを後ろにしてねウィーリーした状態の方が速くなったりするものもあります。この白鳥ドラッグとかってね、あとは翔太郎っていうのは前に倒した方が速いです。もうルート通り行く感じです。また視点もねちょっと遠めにしとくといいですね。周りの野良車両が結構ねフラフラねいますから、明るい時間帯でやるのがいいです。夜はかなり見づらいです。そして他のプレイヤーとかはね一応ね攻撃とかそういうのはね、当たったりはしないので、一応ね招待限定セッションでできるので、招待限定セッションの方がいいかもしれません。他のね野良の車両が、変な動きをしないためにも招待限定セッションとかでやるのがいいですね。で大体ねこうやって、対向車とか、またはね同じね車線を走っている車両とかを動きをよく見といてください。うまく避けます。そして、ルートもね先がどうなってるかっていうのをよく確認して、曲がりきれないなと思ったらブレーキをかける、またはね R2 を一瞬離すとかしてねカーブをうまくするようにしてください。またこのままずっと行くと、ここで大きなカーブがありますから、こう気をつけてください。今回のは本当に紫のルート通り行くだけで、性能のいい白鳥ドラッグとか、またはね翔太郎とか、そういった車両で全然クリアできると思うので、今回はおすすめとなります。そんな難しいとこはないです。このまま行ってね10万1000ドルぐらいかな、ここで入ります。結構ね稼げますね。1分20秒で10万ドルはね結構いいですね。またこのタイムトライアル何回もやってもね同じ金額がもらえるわけではありません。次は参加費程度しかもらえませんので気をつけてください。ではね、このさらに記録を狙うルートっていうのをねちょっと紹介したいと思います。今回ねファバテラね挑戦したんですけど、ちょっとね着地とかうまくいかなかったんですが、ルートだけねざっくりね紹介したいと思います。ゴール地点はさっきと同じです。しかしここの山を、突っ切っていきます。ここら辺ねちょうどねパシフィック銀行強盗の時のねサーベージとか出るあたりとかかな、そこをね、突っ切っていく感じですね。開始するときにね、野良車両が周りにね、いないようにした方がいいです。また後ろから来てないことも確認。輪っかの前の方でね、止まっておき、右十字キーを押した瞬間、R2 長押しのずっと押したままで、左スティックを前に倒す。そしてね、視点も遠めにしておき、前に車がいたら早めに避けておく。急に曲がるとね、変な動きしたりしますね。で、このまま進んでいきます。このままずっと進んでって、橋を越えます。橋を越えた後にねちょっと山を登るとこあるんでね、そこもねちょっとね気をつけてください。翔太郎とかねサスペンションがねちょっとないようなねバイクだとちょっと難しいです。白鳥ドラッグみたいにこれねグネグネねサスペンションちゃんとね性能があるような車両がいいですね。でこのまま、橋を越えました。次のカーブを越えます。よくパシフィック銀行強盗の車列の時にこの辺でねトラックとかに合いますね。ここを左に入っていきます。まあまあスポーンと入っていきます。これ入る角度によってはねバイクがポーンと飛んでっちゃいますので気をつけてください。あとは山の上に登っていき、
山のねところのねこのね道みたいなところをねこうぐらーっとね走っていきます。こんな感じでずーっと走っていき、ゴール地点からまっすぐになるあたりでこの辺で降りていきます。しかしこれもうちょっと右行った方がいいです。これ左に行くとねこのように失敗します。ここで着地失敗しますから、これで悪い例ですね。これ右から行ってそのまま、道路に合流してクリアっていう感じで、だいたいね10秒ぐらい短縮できます。しかし今回のねやつ紫のルートそのまんま行ってもね5秒くらいね短縮できるので、全然普通にね白鳥ドラッグでねまっすぐ行ってねクリアしてもらってもいいと思います。というわけでね、今週の報酬2倍とタイムトライアルの攻略法でした。よかったら参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。